ヨンジョンレチヨンジョンレチあーやっべえっくえうまいんだけどうまいんだけどうまいんだけど、うん、じゃあ打っちゃいます。はい、174ユーでちょっと風ほろってるからでかいかもな。あ、チーだチー。お、バンカー。オッケー。バンカー。え待って170。だと チーした。え7番ウッドじゃでかいもんね。あでかいと思います。え6ユー？ちっちゃくないかな。6ユーじゃちっちゃいんじゃないですか。170でしょ。7チョン。7チョンなんてできるこのコートのこと。でもサナパチョ7チョンだっていうから7チョンで6 4ユーです。4ユー4チョン4チョン4チョンでチー4チョンでチー4チョンでチーした。え6ユーじゃちっちゃいかな。100えそれ何ボト分ですか。それそれがなんか飛距離アップしてるからなんかよくわかんなく150を6で打ってるからあちっちゃいよね。160でフォローだからって見た170でフォロー。165ぐらい打てばいい。いや160でいいと思います。マジ。じゃあ6ユー。うん、風に7チョンかな。7チョン。これだとバーディー狙える場所にまでは飛ばないと思うから。あー、そういうことか。こっちで7チョンにかけるしかないかも。これほんと 7? 7。まあチョン…うん、オッケー。チョンってむずいんだよな、ちょっと。ない。あー、ない。ね、チョンダメだやっぱ。チョンダメでした ね, ねやばい。まさかのボギーになってしまうかもしれない。やばい。やばい。考えすぎた。やっぱ6ユーしっかりだったかな。チョンとかやっぱ難しいですよね。チョンなんてできる技術レベルにないのになんで私チョンを選んだんだろう。いい音したからいいかと思ったんですけどね。いやちょっとそうだね。ね、捕まんなかったな、チョン。ボギーは嫌だね。いやボギーは嫌だ。マジでボギー嫌だ。私本当にバンカー本当に奇跡起こんないと乗らない。苦手なんですか。うん、一か八かみたいな。でもバンカー入ってるか分かんないよ。いや入ってると思います。へー、あそこにバンカーあるか。ほぼほぼ。あーやっべ、えっくえギーとかに。やっちまった。あーおーあーマイガー、オーマイガー。あーだー。でも出たら寄る可能性ある。そうですね、出すだけで。やばいよボギー。やだなー。出ちゃいます。私行きますよ。どうぞ。むずいよこれ。え普通にうまいじゃん。あ頑張った。えこれはパーだ。パーいけるんじゃないか。えこれパーいけますね。いけるんじゃないか。これはパンいけますね。ワンチャン、ワンチャン。うまよれよれ。
ストップ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 。お、ナイス。ありがとうございます。いいと思います。どうですか。一応近いのはこっちなんですけど。あ、じゃあそっちにします。上りだしね。そうですね。こっちでいい。どう、これはそっちなんかうねってる。 むずいっす。こっちむずい。はい、じゃあ拾います。行っちゃいますよ。どうぞ。私パーパッと。え、行っちゃってね。マジで行っちゃっていいからね。頑張ります。え、これ切れると思います。でもさ、ゴルフ場にまっすぐのラインってなかなかないからね。っていう風に言うと確かにな。テラ入んのかな、どうなんだろう、微妙じゃないですか。私まっすぐ行きます、ほんと。うんうんうん、まっすぐ行きます。まっすぐやってみて、はい、スラだったら私スラ打てばいいんだもんね。そうですね、簡単なことだ。よっしゃ。ねえ、やった。あぶねー、怖かった。なんか3アンダーとか言ってパーで喜んでる。よかったすいません、ほんと。いや全然いいんだよ。4チョンでチー、4チョンでチー。でもナイスパーだね。耐えた耐えた、すいませんでした。全部サナパッチョの方を使って私のもう息入っちゃったから。それこそすいませんだし。あ、でもいいですね、スクランブルの良さが出た。あ、よかったよかった。はい、ということで、はい、3ホールが終了しました。はい、今の途中経過としては全部パーです。はい、パッパラパーです。ありがとうございます。全然バーディーが取れません。どうしたことでしょう、どうしたことでしょう。やっぱどこに原因が、ちょっと私が下手ですね。私もちょっと下手ですね。いや、頑張りましょう。はい、頑張りましょう、はい、連続バーディーもちょっと期待して頑張っていこうと思います。はいはい、お願いします。お願いします。321パー4です。じゃ、マジでちょっと頼むって。よいしょ。まあいいんじゃないですか。いいですね。ありがとうございます。よし、おお、ナイス、上がったよ。ナイスナイス。あ、飛んでそうです。嘘嘘、飛んでそう。よし、ミッション、ありがとうございます。ありがとうございます。どっちが飛んでるかな。自分からドラコン対決しようって言って挑んでってもうボロ負けだもん。やっぱでもフル練習ってしないとダメですね。いい勉強になりました。練習してでもあんまり、でも前よりは飛ぶようになったんだけど、いつの間も飛ぶようになってんの。ちょっとちょっといいなあ。でもなんか、あ、でも30度くらい違う。え、なんでだろう。いや、私もなんかちょっと、え、またちょっとよね、ちょっとヒールでしたよ私。うん、あんま当たってない。こう吹き上がったんだよな。140ヤードです。じゃあその付近を持って持って行きましょう。140もある？え？あ、今日、まあなんかパンパンっていうかムチムチしてるって感じになってきます最近。噂のムチ村ムチ子です。よろしくお願いします。もうムチ村としてね、ちょっとムチ業界を盛り上げていきたいと思います。ちょっとムチ村なんで飛ぶみたいです。羨ましい。でもムチムチしてるって言ってもさ、全然ムチムチしてないよ。
うん、なんかこうやっぱこうでもアラサーになってきて、うん、知らないところに肉とか発見します。マジで全然そんなのそうよそんなのそうですよ121、うん、え今いくつ28、あ28か、128 121 1? うん、うん、のちょっと吹いてるかもぐらい。ちょっとさっきのチョンチーが悔しかったんでチョンします。8番です。8チョン。あやっぱり私も8チョンか9しっかりか迷うんだけど、いやちょっと8チョンで見てみて。いやバカ乗ったって感じ。でも風吹いてる？吹いてない。9でもいけるかも。9でいいか。うん。トゥデイ不調。申し訳ないです。なんか最近実はすごく調子が良くてアンダーばっか出るんですよ。だから今日の企画はかなりいけると思ったんですけど、ちょっと雲行きがかなり怪しいです。じゃあ私9で。はい。まあ調子に乗るなってことですね。あんなバンカー関係なしで行くよ。お、ごめんなさい。あんなん関係ないですマジで。いいよ。あーどう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 左行っちゃったー。あでも。でそう距離はナイス行ってるけど曲がったね。いやワンピンだったらまだ行きますやばい木村使い物なんでどうしたんだよ。今日はチョン禁止。もうダメです。チョンむずいよね。チョンむずいっすやっぱ9で行ったもんね。 9でよかった9でよかった。え9持ってた？持ってない。あ私も持ってなかったのちょっとめんどくさがっちゃった持ってないからそうなんだよな。いや、雪の先輩が正解でしたね。バーディーそろそろ欲しいですね。いやー私のバーディーパットかなり長いです。え、でも、え、あああ、あ、やっぱ8じゃん。8じゃない。8でしたかね。8だったかな。え、ね、全然ダメじゃんちょっとチームの雰囲気が悪くなってちょっと待ってすいません私が。いや私もすいませんすいません。本当に8だったわ。ちょっと持ったね。9でちょっと頑張ろうとしちゃったけど。でも当たってましたもんね9。うん、8だったな。8だったな。どうします。えサナパの方から行く。なんかこれちょっとこう結構うんお値段だけど、うん、こっちにしますか。ここはちょっと難しいな。そうですね。ここら辺がこうでこう入ってこうってことは最後すらです。うんうん。結果最後すら全体的にすらすらのが強そうですね。ここしかかかってないからって思います。最後結構すらっぽくない。最後多分流れると思うんで、ね、ちょっと左目から膨らませていく。左スチーぐらい狙う感じで長すぎてさちょっとなんかピンとこないですね寄ればいいやって思ってる正直、うん、ええうまいんだけどうまいんだけどうまいんだけど、うん、ねえめっちゃうまいんだけどねえパター天才。いやー惜しかった。入ったかっこよかったのに。え入ったと思ったよやっぱ最後切れましたね。え切れたけどさもうさこんな遠くて左縁とか言われても全然いやいけるっすいけるっす。えこんなに遠くてさカップ超こっから見たら超ちっちゃいのその左縁って言われてますなんかまあでもこんぐらいの気持ちでいいと思いますよ。そんぐらいの気持ち。私ちょっと強かったから
大体大体だよね、もう大体雰囲気雰囲気大体でなんかすごいね雰囲気17本ぐらいかな。お、歌ぞ。強いよ強いよ強い強い。頼む来い。惜しい。強いし。いやでもナイストライですよ。もうパー確定してたから大丈夫。すいません、本当こんなとこに乗せるのが悪い。いや私もそうだけど。いやーもう困っちゃうよ。残念。残念無念。まああんなん入らないですよ。